カナダの警察当局5日、中国の通信機器大手ファーウェイの孟晩舟副会長の身柄、カナダ西部バンクーバーで拘束したと発表しました。アメリカからの身柄引き渡し要請に基づく措置で、アメリカのイランの制裁法に違反した疑い、これがあるということですね。今回の拘束に中国強く反発しています。米中対立の新たな火種になる可能性があります。孟氏はファーウェイの創業者の娘です。で、ファーウェイがアメリカの対イラン制裁に違反して製品をイランに輸出していた疑いで、アメリカ司法当局、2016年から捜査していたということなんですね。トランプ政権、安全保障の観点からファーウェイなど中国メーカーの通信機器、アメリカから排除する動きを強めています。いや、今回の逮捕、アメリカの要請によってカナダで身柄拘束っていうのも、これまたすごいですね。はい、そうですね。これ、やはりこの情報、通信機器からこう だんだんこう情報を取り合うような形になってきてますからね。はい、これ例えば中国などはもう国内の管理にもうこういうIT といいますか、はい、こういう情報技術っていうのをもう万全に使ってるといいますか、例えば中国の場合はこうキャッシュレス社会を作ってますけれども、はい、あれも金の流れを把握するためっていうのがかなり大きいみたいですね。ですから今情報技術で本当に人々の行動とかですね、もう完全に把握できるようになってきてますので、はい、まあそれアメリカもやってるんでしょうね。ですからまあ中国もそういうことをどんどんアメリカ国内でもやってくるだろうとか、まあ様々な安全保障のところとかですね、または産業上の情報もこう取られるんではないかとか、はい、まあそういう懸念というのがたくさんあるんだと思いますね。またこのファーウェイの創業者というのが、はい、中国の軍の技術関係のね、人物が立ち上げた会社っていうのもね、もう中国の場合はもうどのメーカーでも、はい、まあ国とのつながりがあると考えた方がいいと思うんですね。さあ一方、日本政府はですね、各府、あと各省庁、自衛隊などが使う、あとその情報通信機器ですね、はい、これ安全保障上の懸念が指摘される中国のファーウェイと ZTE の製品、事実上排除する方針固めています。はい、情報漏洩、あとサイバー攻撃を防ぐ狙いがあります。はい、あとアメリカがね、何年までにこれ使ってたらもうやらないよっていう、まあそういう情報のやり取りはしませんよっていうことも言ってますしね。まあ日本もこういう態度を取り始めたということですね。はい、あとオーストラリア、あとニュージーランドもですね、アメリカの締め出しの動きに追随して次世代通信規格 5G、はい、こちらへのファーウェイの参入を禁止したということですね。これからもいろいろこういうのは出てくるんですか。まあそうですね。それに、まあこれ中国だけじゃなくてアメリカとかもまあやってるわけでしょうから、はい、だから日本政府はそういうふうに国民をどういうふうにそういうことから守るかとかですね、まあ日本政府自身がこう自律的に情報を取られずにやっていくと、はい、なんかそういうこともきちんと考えていてほしいですね。そうですね。はい、なるほど。自分たちもやってるとかね、そういうのが分かるから、だから排除するという気持ちなんですね。ですから、まあ国としてはその情報のなんていうんですかね、情報技術のこう自律性みたいなものをきちんと守るようにですね、やっていかないとまずいんじゃないでしょうかね。はい。